アーチャーの話、アーチャーの話、これもねだいぶ前から前の話ですけども、だいぶ前の数年にあたる話なんですけども、まあかなり家からね離れたところにまあよく通る道があって、そこをですね一時期結構な割合で撮ってたことがあるんですね。そっち方面に用があったのか、あるいは他のねルートを知らなくてそこの道ばっかり通っていたというね、そういうことがあって、まあ、散歩でも通りますし、それから買い物行くにもそこを通るというね、そういうなっておるか道があって、そこはねまあ、広めの道なんだけどあんまり車も入ってこないね。で、住宅街、まあ、商業のものもありますけども、ほとんど住宅街みたいなそういう道で、で使いやすいんで若干この住宅街に入って入り組んでるんだけども、覚えてしまえば近道になるんでね、よく使ってたんですね。1週間何度もそこ行くような、買い物行くときは必ずそこ通るような道ですね。もう現在はそこは使ってませんね。はい、ちょっと自転車でとかでね行きづらいのもあるし、あともうちょっといい道がね開発できたんで、ちょっとそこを通ってると、だから年に1回行くか行かないかぐらいになっちゃいますね。でも行った時は昔ここよく通ってたなみたいな感じで、懐かしい感じで通るんですが、もう何度も迷ってね、何度も迷って何度も裏道を発見したりとか、そういうまあドラマティックな道なんですけども、その道を歩いた時になんかこうね、すれ違う人がいて、でなんか長いものを持ってるんですね。長いもの、物干し竿ぐらいの長さの長いもので、もちろん物干し竿よりちょっと細くてこうたわんでいて、丸くなっていて、それで、カバーみたいなものをかけていて、まあ、ゴルフクラブとかにこうカバーかけますよね。全体的にこう長い棒状のものにかかってると、むき出しで歩かないようにしてると、ということは私はやっぱり武器だなと思ってね、なぎなたとか刀とか弓矢っていうのは一応武器なんで、運ぶときはむき出しにしないですよね。これはマナーかどうかわからないけど、とにかくなんか布のカバーみたいなのかけてますよね。剣道の竹刀とかもそうじゃないですか。剣道の竹刀とかも持ち歩くときは多分カバーみたいなのかけてますよね、みんなね。むき出しはなかなか、はい、ということでね、その長い物体もこうカバーかけてあって、まあ、このたわんでる状態からして、ね、弓矢だなと思ったんですね。アーチェリーの弓矢じゃなくて、和弓というかね、日本の弓道の弓矢、長いんですよね。だからね、身長よりも長いような、そういう感じの長い長弓というかね、日本の弓矢、これだなと思ったんですね。実物は見たことないですし、カバーかけられてるんでね、それを見たわけじゃないんだけども、でもやっぱりカバーの長さとか、持ち方とかね、あるいはその持ってる人の雰囲気とかからして、これは日本の和弓、日本の弓矢、弓道の弓矢だなと思ったんですね。あ、この近くに住んでる人がその弓道をやっていて、これからね弓道の練習とかに行くのかなと。で歩いてるから、まあバスか電車かなんて乗って、でそういう練習場所まで行くのかなと思って、でね、これでもバスとか電車とか乗りづらいなと思って、長いねそういう弓矢とか持って本当に乗るのかなと思って、まあ料金割増しすれば乗れるとかね、いろいろあると思うんだけども、その長いものに対して料金割増しがあるのかどうかも全く分からないし、私弓道やらないんでね、これから調べるつもりもないですし、まあとにかくお金はどうあれね、これ乗りづらいだろうなと思ってたんですね。
で何ヶ月か経ってまたそこ歩いてる時にすれ違う人が長い弓矢みたいなカバーかけて持ってたわけね。でその人はなんかこう袴みたいなの履いてるわけ。うん、剣道とかやる時に袴履きますよね、和袴ね。あの袴を履いていて、上もちょっとした着物みたいなの着ていて、あれと思って、これやっぱ弓道だよねと思って、で前見た人が洋服だったんで確定はできなかったんだけども、このね袴に弓道の長いね弓矢が入ってそうなカバーを持ってるわけだから、これは決定だろうと思って、弓道だと思って。でも前回見た人と違う人なんですよ、その人は。あれと思って、前回人来て見た人がまた歩いてれば、あの人また行ってるんだなと思いますけども、前回見た人は女性で、今回見た袴の人は男性なわけで、ね、別人なわけですよ。あれと思って、弓道って今流行ってんのかと思って、ブーム来てんのかなと思って、でもまあ聞かないし、うん、確率としておかしいし、あれと思って、でその後ね何ヶ月かしてもう一回見ました。うん、また別人、弓を持ってた。これ洋服でね、普通の中高年だったけども、なんかこう弓を持って携えていたんですね。同じような和弓、日本の弓道の弓ね。でこれ3人もねこの道路で見かけるのはおかしいと。いくらね弓ブームだとして、こんなねアーチャーが、たくさん集結するわけないと思って、その一地域にだけアーチャーがたくさん住んでるわけないと思って、歩きですからこの近くに住んでることは間違いないわけね。うん、歩いて移動できる距離だからね。でおかしいなおかしいなと思って、なんかこう弓とゆかりのあるね地域なのかなと。まあ、それにしてもそんな地域聞いたことないし、例えば静岡がねサッカー王国だから、その子供がみんなサッカーやってるみたいな、そういう地域が非常に小さいですけど私の地元にねあるのかなと。アーチャーの谷みたいなのがあって、もうそういうね家系の家がたくさんあって、みんな弓矢持ってるみたいな、そういう地域がこの辺あるのかなと思ったけど、でもまあそんな聞かないし、そんなあったら話題になるし、あそこアーチャーの谷なんだよみたいな感じで多分みんなね友達とかも言うと思うんで、おかしいなと思って、それである時ですね、その山の上に公園があるんで行ってみようと思って、そのね私がよく歩いてるよく使ってる道、その近くに山があって、ちょっとした小高い山があって、その上が公園になってると、行ってみようと思って、全く行ったことなかったんで、でその道を使う時に迂回ルートとかをどんどん探して、裏道をどんどん探して、もっといい道ないかとかね、もっと歩きやすい道ないなんかとかいろいろ探したんだけども、その一環として山越えをしてみようと思って、うん、山越えをするとですね確かに大変だけども、ショートカットできるんじゃないかと、意外に近いとかね、そういうことがあるのかなと思って山越えしたんですね。山越えって言っても山の上の、まあ、高さは大したことないし、ちょっとした小高い台地みたいなもんだからね。で住居もたくさん建っていて寂しいとこではないと。で山の上だけがねちょっと公園になっていて、みんなが集まれるような児童館みたいになったりとか、そういう公共のね空き地みたいになってて、でそこまで行ったんですね。でそこを上行ったらですね、まあ整備された公園みたいなのがあって、それでね道場みたいなのありましたね。道場、弓道ができるような道場、あここかなと思って、もしかしたらここでアーチャーたちがこの集結してね練習してると。でまあ柔道場とかも考えれば、土日になるとね柔道経験者が集まって子供を教えるとかね、
試合やるとか全然あるので、あ、ここなんだと、ここを目指してみんな来てたんだなと思って、それで私が見たね3名のアーチャーたちはこれから出かけるんだけど電車とかバスとか乗らないと、歩きで行ってたんだね、近いから。だから心配無用なわけですね。でその地域の住んでるアーチャーたちがその道場に集結していたのか、あるいはそこまで何らかの交通手段で来て、で地間場で降りて、でそこから歩いて山の上まで行くとかね、例えば電車に乗って駅まで来て、駅から歩いてその山の上まで行くとかね、うん、そういうことだったのかなと思うわけですね。ただまあ私も電車よく乗りましたけど、弓矢をね携えている人は一人も見たことないですね。うん、よく私も地元の電車乗りましたけども、弓矢を携えて電車乗ってくる人は一人も見たことないんで、やっぱりね地元のアーチャーですよね、集まってきてるのは。そのバスとか電車乗り継がないでも弓道できるね、道場に来れるような、やっぱりこの辺りはアーチャーの谷なんですよね。このヤーチャーの聖地の丘があって、その周りにねアーチャーの谷がいっぱいあって、で若い頃からね弓矢を趣味にしている人が集まると、うん、もしかしたらその道場があるからその周りに住み着いたっていうことも当然考えられるし、はい、だからアーチャーの谷はね意外に間違ってないのかなと思いましたね。でここ道場なんだと思ってちょっと見てね、まあ、外から見て、じゃあ降りるかと思って、そのアーチャーがたくさん集まってるそのね現状を納得して降りようと思って、で反対サイドから山を降りたわけね。で反対サイド山を降りるときにね結構降りづらくって、草がたくさん生えていて、この階段もねなかなか整備されてなくて、うん、登山みたいちょっとした軽い登山みたいな感じで降りてたんですけど、下の方からねなんか人が来て、ですれ違うわけよ細い道で、でその人もアーチャーでした、弓矢を持ってね上がってきてましたね。うん、